高島駅。高島駅は、かつて、神奈川県横浜市西区高島一丁目3にあった、日本貨物鉄道、JR 貨物の貨物駅である。東海道本線貨物支線、通称高島線上に存在した。JR 貨物の駅となって、以降、貨物列車の発着はなかった。電報略号は、足し、地上駅で3階建ての駅舎があった。 高島線東横浜駅方面や表高島駅、根岸線から集められた貨車を仕分けするための総車場、高島やを有し、規模は大きかった。駅構内には、機関区である横浜機関区、神奈川臨海鉄道の横浜機関区とは別、旧高島機関区を併設し、本線北側にコンテナ車、有害車用の貨物ホームが2面、2役線が3本存在した。また、 1970年代まで横浜市の鉄道貨物輸送の拠点であり、駅北側の片平側からの荷上げ作業も行われていた。このほか、駅南側にあり1983年に閉鎖、移転した三菱重工業横浜造船所へ続く専用船も存在した。駅跡地周辺は横浜港未来21という再開発地区となっているが、開発の遅れもあり、 さらちが多い。横浜港の整備の過程で、1899年、明治32年から1914年、大正3年までかけて、新港不島の造成が行われた。この新港不島には、臨港鉄道が引き込まれ、1911年、明治44年9月1日に、横浜港に扱い所が開設された。これは1920年、 大正9年7月23日に横浜港駅となった。しかしこの新港府島への臨港鉄道は大きな問題を抱えており、貨物列車の運行に付物の入れ替え作業を行うための総車場を府島内に設ける余地がなかった。このため入れ替えは横浜駅、初代、後に桜木町駅を経て東横浜駅となるで行うこととされたが、実際には 横浜駅でも入れ替え設備を増設する余地はなかった。そこで、表高島城の埋め立て地に一大走車設備を有する停車場を設けることになった。こうして1913年、大正2年6月2日に、高島に扱い所として、当駅は開設された。この時点では、横浜駅から本線に沿って、単線の貨物線が高島に扱い所構内に続いていた。 引き続き、鉄道省の新橋引くほどが谷間改良計画と合わせて工事が進められた。それまで、横浜駅で東海道本線の列車が折り返し運転を行わなければならない構造になっていたのを改めるために、1915年、大正4年8月15日に、横浜駅が2代目の位置に移転開業し、初代の横浜駅は桜木町駅へ改称した。 そして同年12月30日、桜木城駅の内貨物設備の部分が分離独立して東横浜駅となった。高島に扱い所も同日高島駅となった。この日東横浜高島間の複線化も実施され、そして高島とほどが谷を結ぶ複線の貨物線も開通した。また、同月、初代横浜駅構内にあった横浜機関庫が、 高島港内に移転して高島機関庫となり、11線収容の機関庫が設けられた。これにより旅客輸送の面では大きな改善が図られたが、貨物輸送には逆に不合理な面が発生し、横浜臨港線に発着する貨物列車は東横浜から高島へ来て、そこで折り返し、小とが谷への貨物船を走って、そこから東海道本線へ出発しなければならないことになった。 続いて、1917年、大正6年6月17日に鶴見と高島を結ぶ伏線の貨物線が開通した。これにより、すでに開通していた高島大ほどが谷間と合わせて、鶴見大ほどが谷間の貨物線が開通し、横浜駅を経由する旅客列車と高島駅を経由する貨物列車の間で、客下分離が行われるようになった。こうして、 当駅は、鶴見からほどが谷への東海道本線貨物線の途中に位置して、東、横浜、横浜港への支線が帰することになり、これにより横浜港の海陸連絡設備が完成することになった。また同日、東神奈川と当駅を結ぶ連絡線も開通し、横浜線からの貨物列車が高島線に乗り入れられるようになった。ただしこの線路は、 校内の西側につながっていて、東、横浜、横浜港方面への線路とは直接つながっておらず、行き来には転線作業を行う必要があった。これらの改良工事により、高島駅の重要性が高まり作業量が増大したことから、1921年、大正10年12月校内改良工事が行われている。1923年、 大正12年9月1日、関東大震災が発生し、高島駅でも駅舎が消失するなどの大きな被害を受けた。被害を受けた横浜の鉄道網の再建計画にあたって横浜駅を3代目の現在の位置に移転することになり、1928年昭和3年10月15日に開業した。また東京への貨物列車の走車能力の逼迫を 受けて、1929年、昭和4年8月21日に、東海道本線の貸し線である、通称品、鶴線が、品川鶴見間に開通し、この路線上に新鶴見奏車場が開設された。さらに鶴見から本線に沿ってほどが谷へ至る貨物線も開通し、ほどが谷から平塚まで、すでに存在していた貨物線と合わせて、 品川から平塚までの客下分離が完成した。こうした一連の整備により、高島台ほどが谷間の貨物線は不要となり、同年9月16日に廃止となった。こうして、横浜の臨港貨物線は鶴見、東神奈川で本線から分岐した先にある袋工事に位置することになり、新鶴見奏車場を核として、高島駅の奏車設備で、 補助的な操作作業を行う形態に移行した。1920年代後半から1930年代になると横浜の港湾整備は神奈川区、鶴見区の沖合へと進展するようになり、この地域の埋め立て地に岸壁や工業地帯が造成されるようになった。こうしてこの地域にも貨物支線が延長されていった。高島駅に関連するところでは1934年、 昭和9年6月15日に山内不当の完成に伴い山内町、後の横浜市場への支線が、同じく高島不当の完成に伴い表高島への支線が、それぞれ開通した。ただし、山内町への支線は、実質的には線弱信号上からの分岐であった。表高島への支線は、間にある入り江と倉庫群を避けるために大きく U の字を描いて回り込む。 構造になっており、路線の距離は 1.3km あっても、駅までの直線距離は 200m ほどであった。この頃、高島駅では、鶴見方の入り口に2階建ての東部信号所、横浜広方の入り口に1階建ての西部信号所があって、それぞれの出入り口におけるポイント切り替えを行っていたが、構内は手作業でのポイント切り替えであった。西側の京浜国道に沿って、 駅本や、横浜通信区、高島機関区、横浜保線区などが並び、また本線北側の片平川との荷揚げ場、横浜貨車区、貨物ホームなどがあった。1945年、昭和20年5月29日、横浜大空襲により、高島駅は被災し、東部信号所を除く構内の建物ほとんどが消失した。構内の建物は、急いで再建されたが、 それまでの間は貨車を代用の詰め所や宿泊所として使用していた。第二次世界大戦後は連合軍の進駐が始まって横浜臨港線はその輸送に関わることになり高島駅も貨車が溢れて入れ替え作業に追われることになった。また東横浜からの舞台輸送列車が横浜線の淵延駅や原町で駅へ向かうために高島駅を通り 東神奈川へ向かう連絡船に入ることがあったが、そのためには、港内での転線が必要で厄介な作業であ。朝鮮戦争に際しても、大量の軍需物資と部隊の輸送で繁忙を極めた。1955年、昭和30年1月17日、それまで、東神奈川と高島を結ぶ、連絡船の上に存在する駅であった東、高島駅が、 高島線上の駅に所属変更された。これに伴い、東神奈川からの線の終点は当駅から東高島に変更となった。また、横浜市場駅への貨物支線は、当駅分岐扱いであったのが、東高島分岐扱いに変更となった。しかしこの東神奈川への連絡線は、横浜線貨物輸送量の減少により不要となり、1959年、 昭和34年4月1日に廃止となった。1962年昭和37年1月30日、東駅と東横浜駅の間の伏線のうち、上り線を廃止して単線化された。これは桜木町への貨物線の建設用に転用するためで、1964年昭和39年6月1日に、この高島桜木町間が開通した。 これにより、ネギス線へ、貨物列車が乗り入れて運転するようになった。1965年、昭和40年7月1日には、横浜港から先、山下不当駅までの貨物線が開通し、1970年、昭和45年9月15日には、高島線、鶴見桜木町間の電化工事が完成して10月1日から、電気機関車が貨物列を牽引するようになった。 こうした一連の工事により、高島駅では貨物列車の発着が増加し、構内の改良工事が行われた。短い発着線を整理し、行き止まりの線を廃止して、上下双方から入れ替えが可能な全長550メートルの発着線を整備する改良で、1974年、昭和49年に完成した。しかし、 陸上貨物輸送のトラックへの転移が始まり、また船舶輸送もそれまでの2役を一手に引き受けていた。不当から物資別の専用不団に移行するようになっていった。鉄道貨物輸送も輸送量の総量が減少するだけではなく、従来のように貨物全般を取り扱う形態から、コンテナや石油タンク車などの特定品目の大量輸送に特化していくようになり、 これに伴って、臨港線の輸送も衰退していくことになった。1982年、昭和57年11月15日付で、東駅と表高島駅の間の支線は廃止となった。さらに、横浜港関連の貨物輸送が順次廃止され、最後まで残された山下不頭への貨物輸送も1986年、昭和61年1月1日に廃止となった。 この日には、横浜機関区も廃止となり、高島駅は高島信号場に格下げされた。この時点で、高島信号場から分岐する視線はなくなり、鶴見方の伏線と桜木町方の単線をつなぐ、信号場としての役割のみになった。ただし書類上横浜港との間の両角輸送が残った状態になっていたが、これも1987年。 昭和62年3月31日の国鉄最後のに廃止手続きが取られた。一方でこの日、高島駅として再開業し、翌4月1日から日本貨物鉄道 JR 貨物の駅となった。しかし1995年平成7年2月27日、東高島高島間が単線化され、これと同時に高島駅も廃止となった。 駅の廃止後は、港未来21計画に伴う再開発が進展し、駅の跡地は整地された。現存する高島線は、駅跡地を西側に迂回するように付け替えられ、1997年、平成9年11月24日に地下化され、高島トンネルを経由して、桜木町駅へ向かうようになっている。跡地付近は現在整備され、 高島水際線公園となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。